季節の変わり目で今私は体に優しいものが食べたいなって思ってるんですよね。でその中でも発酵食っていうものが気になっていて、で私気になるお店が実はあるんですよ。なのでそこに行きたいななんて思っております。発酵食石川県、こちらで検索。まず出てきたのがこちら。そうそう、ここが気になってたんですよ。こちらはマイカップオブティーさん。なんかね、どれも美味しそうなんですよね。この米粉と甘酒のイチジクのロールケーキ、めっちゃ美味しそう。だけどここは木金のみの営業だそうです。いつか行ってみたい。ここはお休みですが、私はもう一つ気になっているところがあるので、そちらをね今から見つけます。七尾のクリアオリゼさん。ここはね、ランチのその写真がねすごい綺麗でですね、ドリンクメニューもかなり豊富みたい。ここに行ってみたいな。能登に向かっています。さっきからねチラチラ海は見えているんですが、開けた。ちょうどいいですね。能登向かってるって感じがしますね。能登に向かっている道中ですが、ちょっとね寄り道したいなと思い降りてみました。何やらフォトスポットがあるそうで、すごい木がいっぱい生い茂ってますね。この先にあるということなので向かってみたいと思います。階段を降りてきました。そして今目の前にはこちらがみたらし池ですね。ほー、動画だとちょっと離れた方がわかるかな。こんな感じ、こんなところ、ここの画角が一番いいかな。涼しく感じる。ここフォトスポットで見つけた方すごい。これは幻想的。してたお店が七尾市ということで、まあ、せっかくなのでね、この能登島大橋の手前まで来ちゃいました、まあ、こっちが七尾で、こっちが能登島ですね。散策してお腹が空いてきたので、もうね行っちゃいたいと思います。何食べようかな、楽しみ。ゴーゴー。七尾市紅葉台にやってきました。こちらには和倉温泉お祭り会館があるんですね。さあ本日私が伺うのはこちらのラーメン屋さんではなく、こちらのクリアオリゼさん伺いたいと思います。お邪魔します。店内をちょっと見させていただいてもいいですか。お邪魔します。わっ、瓶がいっぱいある。なんだろう、いろいろ入ってる。すごい。伝道師、薬膳漢方の合格書などなど。わあ、すごいたくさん勉強されてる。発酵食エキスパート1級、発酵食大学だ。あ、成田ゆりさんの名前がある。これを使った今日はランチで食べれるかな。すごい好きなものばっかりだ。いただきます。ちょっと酸っぱい。
もうこれトマトだと思ったらトマトじゃないんですよ。ネクタリンだそうです。ドレッシングは自家製のマヨネーズだそうで、マスタードが入ってるそうで、これで食べるサラダは最高だね。塩麹につけた豆腐食べてみようかな。めっちゃ美味しい。お豆腐に旨味がギュッと、もう味がしっかり入ってて、ちょっとピリ辛のチリ麹が乗ってると、お酒のおつまみとかでも食べたい感じ。うん、ミートボール大好き。美味しい。すごいトマトの酸味が効いていて、もう柔らかい。もうこんなに美味しくて体にもいいって嬉しいですね。いろいろ自然を巡ったりもして、そこで心を癒されましたが、お腹も癒され満たされ、私は大満足でございます。のんびりいただいて帰りたいなと思います。